それではお待たせいたしました。後半戦に参りたいと思います。こちらそらさんです。よろしくお願いいたします。こんばんは。ずっと先っぽに座ってて手持ち無沙汰というか、なんというか、はい、今日はね、皆さん、クリスマスの曲をね、割とやられてて、だから急遽クリスマスの曲に変更しようかなと思って、変更しました。で、変更しきれないのはね、若干あったんですけどもね。1曲目は、メリークリスマスのメリーの M を取って M という曲です。全然関係ないんですけどね、すみません、ちょっとこれこじつけなんですが、M というのはプリンセスプリンセスっていうバンドのね、曲です。いつも一緒にいたかった、隣で笑ってたかった。季節はまた変わるのに、心だけ立ち止まったまま、あなたのいない右側に少しは慣れたつもりでいたのに、どうしてこんなに涙が出るの。もう叶わない思いなら、あなたを忘れる勇気だけ欲しいよ。今でも覚えている、あなたの言葉、隣で笑ってたかった。季節はまた変わるのに、心だけ立ち止まったまま、出会わった秋の写真にははにかんだ笑顔、ただ嬉しくてこんな日が来ると思わなかった。あらまだ抱きもしないで、あなたを胸に焼き付けてた恋しくて、あなたの声聞きたくて、消せないアドレス、メリークリスマス。自然ですね。全然違う。
然関係ないですよね。そのこじつけというとね、ちょっとあれですけど、でも今日はね、本当に、あとはね、あとの曲はね、本当にクリスマスの曲に急遽クラブしましたね。で、ちょっと前の方、後ろの方、ちょっと皆さん、右手をちょっと上げていただけますか。ちょっと軽くクリスマスプレゼントをね、ここにネオンがありますので、この幸せの光を皆さんにあげますので、いいですか。ちゃんとパッと掴んでくださいね。じゃあ、一番前の方からいきますね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと出すところが下品で、すみません。いきますよ。はい、いきますよ。はい。あ、欲張りですよ。両手出しなんで。じゃあもう一個ありますね。はい。じゃあそこ4人いっぺんにいきますね。ふっ。ちょっと濡れてますけど。じゃあそこ3つの最後ね、いきますね。ふっ。そっちの女性の方ね、ちょっと締めっぽくてすいません。もう一ついきますね。いろいろついてますからね、最後はね。はい。あ、そこでちょっと遅かったですね。今下に落ちてます。もう一回いきますね。じゃあいきますよ。ふいふい。あ、いいですね。そのパッパッとその動きがまたさすがですね。今のクリスマスと関係ありますよね。幸せな光ってですね。さて、ピック落ちました。次の曲なんですけども、次の曲は、本当にクリスマスの、ね、歌で、幸せなクリスマスの歌ではないかもしれないですけども、桑田佳祐さんのね、夏の曲が多いですよね、サザンオールスターズって。じゃあここでね、クリスマスの歌で津波を歌ったらちょっと無理がありますよね。津波歌い終わってメリークリスマスって言ったら帰れって感じですけどね。あるんですよ、桑田佳祐さんの歌のね、北海道のお土産の有名なね、白い恋人たちっていうのがあるんですね。それをやってみたいと思います。はい、じゃあいきますね。夜に向かって雪が降り積もると悲しみがそっと胸に込み上げる。涙で心の火を消して通り過ぎてゆく季節を見ていた。外はため息さえ凍りついて冬枯れの街路樹に風が鳴く。あの赤レンガの停車まで二度と帰らない。誰かを待ってる。今宵涙こらえて奏でる愛のせいで心は折れないように負けないように
た。M をポジスって言ったぐらいですからね。で、2曲目はね、桑田佳祐さん、この人ご存知ですか皆さん、うん、結構ね、あのこの冬の季節のね、歌もあるんですよ、桑田佳祐さんね、うん、じゃあ次はですね、まあクリスマスのね、曲が2曲が厳密には曲ですけど、続いたんで、次もね、クリスマスの曲でこれもね、ちょっとアップテンポなんですけど、アップテンポなんですけど、ちょっと悲しい歌なんですね。あの無理に手拍子入れようとしないでくださいね。これちょっとあの、まあ、難しいんですよね。たまにね、あのテンポがね入れやすい気はするんですよ。で僕もこう入れてって言わんばかりの弾き方を途中するんですけど、あの結構こう入れてくれちゃったりすると、あの結構崩れること多いんですね。あの僕あの非常に柔軟な性格をしているので人に迎合してしまって、そういうことがよく多いんですよ。曲名は、最後のホーリーナイト、最後のホーリーナイトって曲知ってらっしゃる？あ、意外と知られてないですね。よかった、オリジナルです。なんちゃって、本当は杉山清貴さんという方の歌なんですよね。ビルの影を青く映した銀色の氷のリンクに、クリスマスキャロルが流れるトワイライト、まだ好きと急に見上げたね。昨日を過ぎた君のカード、謎かけるように思い出の夏の写真さ。 Last Christmas Eve for you、 本当に好きな人と最後の一夜は過ごしたい。気が変わりました。最後は手拍子いただけるとちょっと嬉しいかな。夜空埋める鈴の音だね。まだですよ。こんな雪が静かに降りてく、細い窓辺にかざし、大切にずっと泣いてたね。君が夏に見てた夢に、今答えをくれない僕が悲しかったのさ。君のドレスに咲かに光るシャンパンラス、左手に踊ったね。 For some dream for two、 まだかのままのことが起きてくれよ。僕を傷つけること拒まずに、ありがとうございます。I'm not afraid to die.
協力ありがとうございました。ね、最初から手拍子お願いしますって言っておけばよかったですよね。で、本当にね、あの時間のね、あの経つのは本当に年とともにね、あの時間の昔小学校時代の夏休みの膨大な長さってどこ行ったんですかね。今クリスマスですねって言って気がつくともう来年、去年も同じこと言ってましたねってなりません？なりますよね、なりますよね。でもそれはね、いいことなんですよ。だんだん人間の深みを増してくる証拠だと思うんですよね。で、こうやって喋りながらね、今開いてるのは最後の曲なんで、これはね、きらめきクリスマスという曲なんですけども、僕のオリジナル曲です。で、これは僕はね、あの歌詞をね、歌詞、なんていうか、まあ、目をつぶるじゃなくてもいいですけど、少なくとも僕の顔をね、あのこれは決してヘアスタイルではなくて、ただ単に床屋に行きそびれて数ヶ月経った、まあ、結果として形になっている、まあ、なんていうんですかね、まあ、ボサボサヘアって言うんですか。でこれをね、見ちゃうとね、このせっかくの歌詞がね、減災されてしまうんです。で、すごくね、可愛い歌詞なんですよ。すごく可愛い歌詞なんです。で、僕男ですから、男目線の歌ではあるんですけど、でもこの中身は女の子、女の人なんですよ。年齢に関係なく、この心は忘れてほしくないなって、っていうか、いや、忘れてないでしょ、きっと。ここにいるね、あの、だいたい260人ぐらいの人がね、多分心の中で持ってると思いますし、あと、323人ぐらいの男性の方もね、こんな女性がいたらいいなって思ってますよね。全然今聞いてなかったですね。ありがとうございます。いいんですよ、僕生返事大好きです。じゃあ、きらめきクリスマスという曲をね、最後にいきます。あ、これって手拍子できないですからねって言いますけど。この世界の
すべてあなたの瞳に映るもの、それだけを見つめていたい私。クリスマスのきらめきリンドンシャララあなたへ、クリスマスのきらめきリンドンシャララ私へ。 I wish you Merry Christmas リンドンシャララララーメンピース。 I wish you Merry Christmas リンドンシャララあなたへ、クリスマスのきらめきリンドンシャララあなたへ、クリスマスのきらめきリンドンシャララ私へ、クリスマスのきらめきリンドンシャララ二人へ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。